こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。イタリア空軍がついにビーストモードの訓練を開始した。今回はこの訓練の様子を詳しく見ていきますね。しかしビーストモードの欠点はもうお分かりでしょう。ステルス性能がなくなるけど、イタリアは結構 F-35 戦闘機を購入予定だったよね。2020年11月現在、イタリア空軍は第5世代戦闘機 F-35 を通常滑走路向けの A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型の2機種の両機体を同一の組織で運用している世界で唯一の軍隊となっている。日本の航空自衛隊はまず A 型が配備され、運用が開始されているが、護衛艦、いずも、加賀が改修を終え、艦載機となる B 型が、配備されれば、イタリアに次ぐ2カ国となる予定だ。そんな F-35 ライトニング2戦闘機 A 型、B 型の運用では、日本の状況に、先行するイタリア空軍では、11月27日に、同機の兵装のフル装備状態といえるビーストモードでの訓練の様子を公表した。F-35 ライトニング2戦闘機は、本来、第5世代戦闘機としてのステルス性能を発揮するために、兵装を胴体内のウェポンウェイに収納するのが通常だが、これを兵装重視に切り替えた状態をビーストモードと呼ぶ。本国アメリカでは、2019年5月に2機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型が、アラブ首長国連邦、アルダフラ空軍基地から、アフガニスタンへの支援任務に、ビーストモードで参加したことが、大きく報じられた。この時の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型は胴体内ウェポンウェイへの、兵装に加えて、機体、主翼下部に、精密誘導爆弾6発と、空対空ミサイル2発を、喧嘩して任務に従事し、重兵装に対応する形を見せた。本来、F-35 ライトニング2戦闘機の高いステルス性能は、敵勢力の固い防空網が、健在な場合に必要とされるが、この時のは、すでにアメリカ軍によって、制空権が確保されたイラクのワジアシャイへの爆撃が任務だった。F-35 ライトニング2戦闘機のビーストモードは、機体、主翼下部に、兵装を喧嘩するものであり、同機の高いステルス性は損なわれるため、制空権を奪取した後の戦闘3日目の形態とも称されている。今回、イタリア空軍は、この珍しい状態とも、言える F-35 ライトニング2戦闘機のビーストモードでの訓練の実施を公開したわけだが、A 型、B 型含め、今後の調達には、厳しい財政状態に置かれている。イタリア空軍は、当初の計画に遡れば、A 型を69機、B 型を62機の、合計131機の F-35 ライトニング2戦闘機の調達で進めていたが、財政難と、選挙による政治状況の変化で、合計41機減の90機まで、落ち込む見込みとなった。内訳としては、A 型が9期限の60機、B 型が32期限の30機で、
合計90機になる。見込みであり、ことに短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型の削減数が多く、今後の運用の動向が注目されている。というもの現状イタリアでは、F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の合計30機を、空軍と海軍とで、それぞれ15機ずつの分配とする方向で進んでおり、海軍での運用計画がかなり逼迫しそうなためだ。イタリア海軍は航空母艦カブールを運用中だが、同艦が艦載機とできたる F-35 ライトニング2戦闘機 B 型は最大で12機程度と召されてり、予備の機体などを考慮すれば15機は同艦のみを充足させるのに必要な数だろう。しかし、イタリア海軍には2019年5月に浸水させた強襲揚陸艦トリエステも存在しており、現在も建造が継続されているが、こちらに艦載機として配分するだけの B 型はほとんどない状態となる。イタリア空軍に割り当てられる15機の B 型は、陸上の短距離離陸、垂直着陸が必須な拠点での運用が基とされており、これを海軍に回すというような方針変更は今のところ見受けられない。しかし、こうした政治的、財政的に F-35 ライトニング2戦闘機の調達数が減少しているイタリアについて、実はもっと深刻な問題を内包しているように、はためからは見えてしまう。これは、2020年の新型コロナウイルスの蔓延によってイタリアの国内世論が急速に変化の兆しを見せている点であり、2020年4月に実施された世論調査の結果が、これを如実に物語っている。なんと、そこでは、イタリアにとって最も親しいと、おぼしき国が、過半数を超える。圧倒的支持で中国となり、次に、ロシア、ようやく、その次が、アメリカと世論が、急激に親中路線に向かっているのだ。2019年の同様の世論調査では、アメリカ、ロシア、中国の順番だった結果が、ここまで急激に変化した理由は、新型コロナウイルスの影響に対して、中国やロシアがイタリア支援を行ったことが大きいのだろう。地理的に中国に近く、今回の新型コロナウイルスの件では、世界中に範疇の雰囲気が増加したかのように、日本では思われているが、侵略の方向を向いているのがイタリアだとも言えそうだ。こうした動きが今後ますます加速すれば、そもそもイタリアに F-35 ライトニングに戦闘機を供給すること自体、アメリカやその同盟国にとっては深刻な脅威となりかねない可能性もある。